福井県の感染者の話になりますけど、福井県の感染者で越前町の議員さんなんですけど、町議会議員の方が感染されて、福井県で感染者が出ました。70代男性、この町議の方は70代男性だそうなんですけど、70代男性で無職っていうことになってたそうです。この方はその福井市のカラオケ喫茶の利用客っていう感染者だそうです。最初その福井県の発表では70代男性無職っていう発表されとったんだけど、実は越前町のその町議会議員の方だったっていう、公職っていうんですけど、この町議会議員とか市議会議員とかね、あと国会議員とかっていうのは公職っていうんですけど、公の職って書いて公職っていうんですけど、要はこの公職についてる方って、こういう町議会議員とか市議会議員とかね、県議会議員とか、そういう方っていうのは職業なのかって言われて職業です。なので絶対無職はおかしいです。福井県としてはこの町議会議員の人から の要望だったって、要は町議会議員って書かないでくれっていうことやね。なので町議会議員と公表しないでくれっていうことで、無職っていうふうに、公表したっていうことなんですけど、職業に関しては非公表にもできるそうなんですけど、非公表にもできるんだけど、そうなんだけど無職にしてほしいって、この男性町議会議員の人ねが言ったっていうことです。はい。でもこれはちょっと要は虚偽の申告になっちゃうのかなと思います。要は嘘ついたってことで、職業かって言われたら職業です。立派な職業です。町議会議員とか市議会議員とかね、県議会議員とか、あと市長とか県知事とかも全部その職業なんで、しっかり、いや公職って公の職って書くから、もう職って書いてあるじゃん、だから職業なんだよ。だから公の職っていうかね、公の職業だから、本当は町議会議員って公表しないといけないと思います。はい。それは要は民間というか一般人だったら、それは一般人でも何か仕事してるけど無職っていうのはそれはおかしいと思います。だから職業は非公表にもできるんだから、非公表にもしてもよかったのかもしれないんですけど、なんですけど、でも公職ってなるとさすがにちょっと公表っていうかね、しないといけないのかなっていうふうには僕は思います。はい。あくまで僕の意見ですけど、皆さんはね、どう思われるか分かんないですけど、今回のこの福井県の越前の、この一件っていうのはどう思われるか分かんないですけど、僕は無職っていうのは絶対違うと思います。それはさすがに、はい。やっぱり公職だからね、公の職業で、議員さんっていうのは住所公開しないといけないので、公開されてますよ。例えば、県議会議員の方とかね、とか市議会議員の方とかっていうのはホームページ見て、その議員名簿とか見たら住所載ってますので、要は公開しないといけないんだよね。やっぱりそれは公、こういう公職っていう、これだからだと思いますけど、やっぱりその方がこう感染すると、やっぱさすがにそれこの職業は町議会議員っていうふうに公表しないといけないと僕は思いますよ。一般人だったら公職についてない方、要は議員じゃない方だったら分かるんだけど、公職とか公人っていうのが町議会議員なので、やっぱりさすがにこの無職っていうのはちょっとないわ。これは本当嘘ついたってことだよ。町議会議員が、議員さんが嘘ついたって、この70代男性の方が嘘ついてっていう、職業は非公表にもできるよっていう、でもどうして無職にしたんだろうっていう、ちょっとわからない。僕がこの方の立場だったら、町議っていう名前出したくないんだよね。やっぱ大きく報道されるから。大きく報道されてますけど、この今回の一件ね。結局大きく報道されてた、されましたけど、町議とか議員とかになると、やっぱり報道もちょっと大きくなりますので、やっぱりそれを避けるために無職にしたんだろうっていうことだと思いますけど、僕だったら僕この方だったら、非公表でお願いしますって言うだろうなと思います。なんでそれは100歩譲ればね。だけど本当は最初から公表しないといけないと思います。
まあでもカラオケ喫茶行ってるからね。わかるよ。カラオケ喫茶行っちゃって、あ、感染すると思ってなかったのに、カラオケ喫茶行ってそこで感染して、で、町議会議員でしたって言われたら、もう相当信用落ちるからね。まあ信用落ちてると思いますけど、嘘ついたからね。もっと信用落ちることなんですけど、まとめると、今回のこの、男性に関しては、公表をしないといけないと思います。で、100歩譲って職業は非公表なのかなっていう。で、無職っていうのは嘘になります。これは嘘になります。これはさすがに違うわ。だって無職じゃないもん。だって、ね、町議会議員だよ。議員報酬っていうか、お給料を毎月もらってるんでしょ。ってことは、れっきとした職業じゃん。町議会議員。お金もらってるってことは。職業だよね。ってなると、無職って、これは嘘になるよねっていう話じゃん。まあでも、この男性からしたら、公表はされたくなかっただろうなっていう。カラオケ喫茶ってこういう、ね、控えてくださいって言われてるのに、言ってるよね。だから、そこで、カラオケ喫茶行きました、町議会議員でしたってなったら、うわーってなるよね。うわーってなるから、無職にしてくれって。で、それは気持ちわかる。気持ちわかるよ。この男性の方は気持ちわかるんだけど、わかるんだけど、ダメでしょって、その嘘ついたね、嘘ついたらダメでしょって話。だから、公表しないといけないと思います。